コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才キャッチャー作成、右投げ左打ちのキャッチャー、フォームはライゴー、好きな球団は肘からキャッチャー B 狙いで DNA でやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン、星177、まあまあいいでしょう。で、強制回復マスか、もったいないな。ヒーリングも動いてるし、とりあえずねこっち行って選手に会って強心太陽さん、さあここで強い、無地が輝いたで、それは鬼でしょう。すごいな、やる気ダウン3つ、赤おにぎり3つ、無地が輝いたじゃないよねそれ。やば、えぐ、これ映えるわ。今の動画ができるレベルなんで、これは頑張りたいですな。ほい、よし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 、これはね面白すぎる輝き。戸柱さん、満塁さんですね。でこれで肘をゲッツしていく、ナイス、いったいった、オッケーオッケー。まあここまで取って、よ、伸びてる伸びてる、いいぞ回復。無地輝きがあんだけひどかったの初めてだな。よし、ステージ3行くぜ。ボナステないぜ。まあこれ上ルートだね。上ルートが面白そう。あーでもこれパワーに変えらんないか。うわよ、ナイス。あーそしたらこの赤1個通ってもいいな。特化のタイミングが合わないんだったらそれでいい。オッケー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 。野球超人伝、肩超人伝。そうだね、合わないね。はい、うえー、全然いい。うん、赤おにぎりがね全然怖くない、怖くないんだぜ。それは怖いな。これいっちゃおう。うわ監督だった、ミスった。うわ監督だった、行く必要なかったぜ。 DBDBBD、 うえー、いいでしょう、面白いね。さてと、ここからどんな感じに上がっていくのでしょうか。普通に動きを見せた。あーでもなんかすげえ赤マス少な、え、何これ、青パネ天国ステージ4で、うわー、ステージ4でボナステきたか、なるほど。うえー、さあどこだい。あー会える間合いなんだけどな、これはちょっと上来てほしいけど多分下行くよね。うわ止まった、止まったは話が違う。また止まった、また止まった、なんだそれ。うわなくなった、やば。これ箱取って、うわ2、これはやばい。カレンさん上来てるよ、ナイス。オッケー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 。うわ弾道下げ、まあ弾道4だったからね、まあいいでしょう。で一番下、左下ですね、これがどう動くか。上がってくる、上がってきたけどだな、これ。あーラッキーラッキーラッキー、それはラッキー。さてどうする、選手だな、選手に会って威圧感で、これ下から輝かないですか。超回復、これ選手行きたいね。くっそくっそくっそ、避けるな避けるな避けるな、バント丸だった、やべ。選手はちゃんと確認しよう、ヒーリング強。うわーなんか無駄なことしてるね、監督といいね、バント丸といい、博士いたら最高。いないか、
いやー、これワンランク全部博士成功したらすげーいいのに、いい動画になるのに。補給、はい。いやー落とす。どこだ。でー、あぶな、きっつ、それきっつ。会える前ではある。ナイス。わあ、どうする。あー止まったか。会える前だったから会いに行きたかったけど。箱、うん、いやーこれは男のシャッフルですな。上向き、1,2,3,4,5、会えない。ただ選手がたくさんいる。さよならホームラン男。うん、さあカレンさんを華麗に避けていこうぜ。これカレンさん下来たらまずい。 OK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 、 守備上がってるよ。いやーこれカレンさんどう処理しよう。やばいやばいやばい、あーやばいやばい。とりあえずこれで一回逃げ切ったか。1,2,3,4,5,6。いや今本当は上行くべきだったんだよな。1,2,3,4,5,6。OK、 これで逃げた、これで逃げ切った。いやーなんか無駄な動きが今日は多かった気がしますがご了承ください。うん、ステージ1がね面白かったんでこれを動画化させたかったです。ということで名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前星512からこいつくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。基本能力高スペックでいい感じ、特殊能力威圧感が入っているのでオートペナント期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、打率3割8厘、ミーとシーでよく頑張ってくれたんではないでしょうか。威圧感が良かったですね。ということで今回170安打のホームラン36本はこちら第3位と、うん、頑張ってくれました。弾道さんのパワー A だったんですけど30本超えてくれた、良かった。弾道4じゃなかったのが心配だったんですがと。打点116、こちらは第4位。まあ得点圏打率もプラスなんでいいんですけど、やはりね、タイトル争いには絡めず、ということで頑張ってはくれました。あとは、盗塁が15個、走力 S90 だったんですが、やはり緑解くのがないからですかね。8割8分2厘の成功率。ということで、あとの数字はこんな感じ。OPS は969。そして今回キャッチャーだったので守備編も見ていくと、盗塁規格数116、阻止数38と、阻止率は3割2分8厘と高いんですが、どうしても走られた数は多くなってしまいました。ということで今回のこいつくん取ったタイトルは新人王ベスト9ゴールデングラブの合計3つでした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。